何にしますか。はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4ダイヤモンドシティから続きやっていこう。椅子に座ってちょっと待機して、朝になった高橋はいつ何時でも24時間ずっとヌードルを作り続けている。息子の手がかりを探す手伝いをしてくれるかもしれないというニックという人物を、そのニックという人物がちょっと行方不明になっているということで捜索しに行くと思ったら、住民がちょっと助けてほしいとねだってきたので、ちょっとごたごたに首を突っ込んであげてからニックを探索しに行こう。あ、で朝になったから武器屋が開いたのか。新しいやつだろ。そう、新入りだ。あえて嬉しいよ。アルトゥーロ・ロドリゲスだ。ロドリゲス。信用の武器が必要なら話をしよう。わかった。見てみよう。銃弾の用意を忘れるなよ。何か武器。あ、まあ豊富な武器とかが売ってる。武器に、ん？なんだこれ。ビッグボーイ。ビッグボーイ。高い。13,783 キャップもする。今349キャップしかない。これ高いけど欲しいな。ビッグボーイが。結構いろいろあるけど、お金が全然ない。クエスト確認しよう。あ、これだ。ダイヤモンドシティブルーズ。ポール・ペンブロークがヘンリー・クックを脅すのを手伝う。なんか、浮気みたいなことをされたっぽいから、前回ちょっと顔を出した酒場の口論のやつだ。介入してくれって言うから介入してあげよう。このシフトが終わったら、ここだ。コロニアル酒場。じゃあそこで会おう。遅れるだよ。わかった。店を閉めるだけだから。話がある。なんだよポール、今度はなんだ。黙って話を聞くときだクック。一体これは何なんだ。ここで何をしている。まさかあんたを雇って脅かしに来たんじゃないだろうな。話しかけてみようか。なぜ気にする。今更それがどうだって言うんだ。誰に銃を向ければいいか知りたいだけさ。ホールの話は聞いてるよ。今度は何を言いたいんだ。これだけだ。ダーシーには付きまとうな。今後一切出ないと。とても悪い考えだ。銃を向けない方がいい。撃つつもりじゃないのならな。撃たないとでも思うか。あんたを殺さなければならない。それがあんたの言いたいことか。待て、撃つな。銃を収めるんだ。撃ち合う必要はない。そんなのクソく。ちょっとな。なんで、これ倒さないといけないの。一発で説得に失敗した。ほら殺しちゃったよ。殺さざるを得なかったのかな。クックのメモをゲットした。メモ？これだ。バックストリートアパレルの近くの場所を使うは、お望み通り2倍量の薬物を持っていくから、今回はネルソン・ラティマーが十分なお金と前回貸しにした分を持ってくるようにしてよ。マロースキーは二度とあんなことを許さないわ。トリッシュ。薬物？やあポール。ここから出ていくよ。あんたもそうした方がいい。誰かに見つかる前にな。結局殺してしまった。出てこう。俺は何もしてない。結局殺してしまった。まだクエスト継続中。ネルソン・ラティマーの薬物取引現場を奇襲する。あ、離れてるけど、どうしようかな。ちょっとこっち先に優先してちょっと薬物現場を奇襲しに行こうかな。とりあえずダイヤモンドシティを後にしよう。さてと、入り口に来た。マップ
こっちだね。で、USS リプタイドの残骸にファストトラベルできるのかな。こっから一歩。ヘンリー・クックの死体にあったメモに、ネルソン・ラティマーとの薬物取引についての記述を見つけた。取引現場を奇襲して横取りするいい機会だ。横取りしちゃうの？ここは制圧済み。近くだから行こうか。下なのこれ。ん？トリッシュ。ロバの声だけど。その方が彼の身のためだ。ふざけてるよ。これ銃持ってるけど。自分の身を考えるのならさっさとここから出ていくんだな。何が起きてる？何が起きてるんだ？あんたには関係ないよ。顔に引き込まれたくなかったらな。わかったか、クソ野郎。なんだと。で、金と薬をよこせはないだろう。手を挙げろ。銃を捨てるんだ。本気か？このクズを殺して。ドンパチだ。おら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 。あ、待って。回復。グレネードくれ。あれ、トリッシュも敵になった。全員敵か。よし。もう一人。回復して。あ、強いかも。あ、これ100発も入るのか。奥に行ってしまった。ハンドガン。バツ。どうした？殺す必要はないよ。誰にも口を割らないよ。生きてた。使うよ。保証はあるのか。あんたが追手を送らないって誰が保証してくれる？マロウスキーにガンナーだと伝えるよ。任せておいて。あ、皮膚がすごいけど。マロウスキーの薬品ラボは諦めるよ。ここにあるもの、研究所と比べ物にならないし。この人絶対ドラッグ漬けになってるだろう。薬品ラボってなんだ？その研究所に何があるんだ？想像を絶する量の薬品さ。マロウスキーが隠してるものすべてだよ。私なしじゃ見つけることはできないね。まず話せ。知ってることから話せ。どっちにしろ殺す。なんでやねん。カリスマ性が持ってほしい。あ、メモ持ってる。メモ見て確認しよう。これだ。あ、なんだこれ。アップステーツ。マップが更新された。マロウスキーの薬物ラボの中に入る。まだある感じか。場所は、あ、ここか。なんかさらに遠くになったな。よし、それならニック・バレンタイン探索を優先して行っていこう。なんか浮気、多分あれ浮気の介入をしたらこんなことになっちゃったけど、アイテム回収をして、それじゃあこっちの方向でいいかな。ニックをまずは見つけよう。トリニティタワーラジオの信号受信。ラジオかけてみよう。助けてくれ。ん？または命で、または無線で使われる言葉なら何でもいい。私の名前はレックス・グッドマン。トリニティタワーで囚われの身になっている。スーパーミュータントたちはもうすぐ私を食べようとしているようだ。目の前にいる。救難信号みたいなものは誰かが上げてる。あそこにスーパーミュータントがいるんだけど。え、待って、今ランチャーみたいな構えたぞ。え、倒せるならやっちゃおう。お、アップで外れた。
今の多分直撃したら一撃死でしょ。ミサイルランチャーもらってこう。ミサイルランチャー弾持ってたかな。あ、あるね。あ、25発も持ってた。ランチャーか。なんか貴重な武器っぽいけど、もしもの時には使っていこうかな。この臓器塊みたいなものがすげえ気持ち悪いんだけど。さあ、ニックのいる場所まで行こうか。あ、すごいな。結構建造物が立派にそびえ立ってる。なんかラボみたいな場所もあるし。え？誰もいない？何もないよ。あっと、汚染されてそう。あと 70m ほど。また別のラジオ受信した。ボストンコモン。やっぱりこの世界の中心外的位置かな。ラッツがある。ここか。ここで合ってるね。よし、ニックを探そう。パークストリート駅。さあ、やってきた。スキニーマローンの仲間になったらマジでよかったと思わないか。で、喋り声がする。マローンは弱いと思うがね。地下鉄だよね。こそこそ嗅ぎ回っているところを捕まえたが、どうしたと思う。マローンはそいつを監禁しやがった。まるで殺す勇気がない。緑だったけどやっぱり敵だった。トリガーマン。武器を変えよう。あ、違う、注射じゃない。あ、でも注射でもいいか。これ使おう。ここは食い止めよ。ここよし、結構強いな。どこ行った。これで炙り出す。よし、そこにいる。よし、もう一人いるな。リロード。全員トリガーマン。くらえ。どっちも外れてんだけど。回収、注射。アイテム回収して。やっぱとらわれてるのかな、下の方で。ターミナルあった。チケット購入。そういうターミナル解除しちゃおう。うん、開いた。ロッカーがある。キャップがある。ボルトテックの白衣。これなんだ。金庫。エキスパート。頑張ろう。ああ、すぐ開いた。やった。お、強そうなリボルバー。リボルバー装備を取り替えよう。これだ。スナブノーズ44ピストル。弾あんまりないな。かっこいい。これちょっと持っていこうかな。こっちには何かある。トイレか。あ、トイレにトラップなんて仕掛ける。こっちはなんだこれ。パンプキン。暗いな。なんもない。さあ、下に行こうか。ぬかコーラはない。ん？トラップじゃないかこれ。
即席の爆弾動画追加。マッツとかを時々使ってたらトラップが見えたりするんだけど敵がいるな。一人バレた。お、結構強いぞこれ。やってね。あ、今 V 破壊したのかな。ん、伝説のトリガーマン、スナイパーライフル。あ、ヘッド当てたけど全然減ってないぞ。いや、出てて近くまで来るかな。変異した、硬いな。よし、一丁これ行こうか。うん、あ、死んでない。なんてやつだ。よし、近くにいた敵が吹っ飛んだ。見えない見えない。リボルバー、リボルバーじゃ厳しいな。頭に当たってるけど死なない。いや、彼らはヘッドに当たっても死なないのか。よし、またいるよね、ハンドガン。よし、そこにいる。グレネード、あ、もう一個。まだいる、回復しとこう。他に武器あったかな、これ使おう。接近して、よし、硬い、全やった。さあ、アイテム回収。ロケランの威力はやっぱすごかったな。これトラップじゃない。近いな、90メートル以内。ウイスキー、ん、あ、ベッド。昔はちゃんと汽車が通っていたんだろうね。ヌードルカップ持ってる。怖く会場やった。ん、トラップはない、ない。ん、トラップ、トラップかこれ。トラップなのか、どういうトラップだこれ。弾あった。アモボックスには結構弾が入ってるからね。汚れた水はなぜかいくつか集めて料理すると普通の水になる。で、これを解除しちゃおう。素晴らしい。お、結構いろいろ入ってる。あとは何もない。他に何かあるかな。ターミナルあった。これも同じか。線路の先に連れてかれた。敵の反応はない。なんか青に光ってるものがあるけど、あれはぬかコーラかな。いるな。あった、ぬかコーラ。
死体に埋もれて死体が持ってた。一人だけなのかな。おい、三人、ね、壁になりそうなところをちゃんとね見つけながら戦おう。ほら、こっちにやってきた。交代、回復して。とこれね、集団戦あんまり良くないからやっぱりハンドが安定かな。硬い、トリガーマン。どうした、よし、よし、全滅、全滅した。アイテム回収。こっちの先はもう行けない。バーボン、工事中の現場かな、ここ。ん、ボルトがあった。ここはボルト114、新しいボルトだ。開ける。プレス。やっぱりボルトはまだあった。誰もいない。この入り口の開閉方向だとか、このリフトが出てくる感じは共通してるね。ドアを開けるときが一番嫌だ。なんでこんなにうるさいんだ。人いるじゃん。トリガハマがまだいる。ダンスの時間だぞ。明らかに無駄だ。こっちか。右にもいる。おら、よし、こっちにいる。お、ん？ん？なんだ？バグった瞬間移動した。うん、ほら、ここは火炎瓶をスタンバイしようかな。火炎瓶装備しよう。解除。いいね。開いた。オールドテックって書いてあるね。ニックはどこに連れてかれた。こっちに道はある。あ、三方向にあるのか。鍵必要。これは開けられない。こっちは開く。オールドテックターミナル。従業員の皆様、従業員の皆さん、ようこそ。ボルトテックの社員か何かのメモ。ああ、まだ先があるっぽいけど、ちょっとこれ以上先に行ったら動画時間がめちゃめちゃ長くなりそうなので、今回が短いかもしれないけど、今回ここまでにしようかな。じゃあ次回はこの、ボルト、ここはマップに載ってないのかな。ボルト114だっけ。ここを先に進んでニックの手がかりを、多分ニックがここにいるだろうから、ニックを探そう。じゃあ今回は
ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。